あの野郎、どこへ向かってる？ハイルーン母星、おそらくクイーンシステムを目指してるわ。クイーンなんてのがいるのか？あくまで例えよ。実際にはデータ同期のための中堅機能といったところか。指揮制御機体サンプルを持ち帰る。それで数値に到達するために。なあ、クイーンシステムを破壊すれば全てのハイルーンを倒せるんじゃないのか？残念、そうしてやりたいと無理。すぐに別の場所で再構築するからよ。ウイルスでも流し込むとか。問題のあるなるべく排除して、やはり再構築すべき。そのためのフラフチリアグラフ。ねえ、私に言い過ぎないわ。あのね、うわっ、えびつめ。試してみるかしら。そう、だから姉さん。なんだこりゃ、全部移動惑星なのか。ここから宇宙の端々まで侵略しているのね。許せない。見えた、クイーンシステム。たどり着かせねえ。さよなら、私のアーゼントート。
ピオ、エスト。任せて。複数の変装検知。排除実行。何を言ってるよ。ドークレスの現場にて却下。異物の重なり気到着を確認。速やかに排除実行指示。却下却下。消えるべきだお前らはこら。ディアグラム増えていく。あなたたちに個性を与えたわ。パイルーン全ての個体がクイーンシステムにアクセスするたびにディアグラは無限に分割されていく。強大な権限を持ったまま、ね。使用上、あなたたちは互いの存在を認め合うことができない。相互関係の中で成長することもない。一度始めた協議は終わらない。永久に。あなたたちは、これからもこの宇宙に存在し続け。もう二度とその手足を動かすことはないでしょうけど。ふたおさん、パネース。我々も、私も。うわあ！ドアを開ける前はノックしろっていつも言ってるだろう。何して？なんだ、何にもしてないじゃないか。がっかり。もう少し気を使ってください。お願いします。あら、このゲーム面白そう。どさくさに紛れてお前まで入ってくるんじゃない。私たちはホログラムのようなもの。どこにでもいるし、どこにもいない。何それ、俺のプライバシーとか関係ない設定。おいエスト、なんで俺のマシンで画像検索とかかけてんだよ。マジでふざけんなよ。とにかく着替えるから二人とも出てってくれ。着替える、紳士たるもの。いつ何時客が訪れてもおもてなしできるようにしておくものだ。まして客を待たせるなど言語道断。客ってあんたかい。てか私服だっせー。ユーキスとエスタン能力を相手になかなかやるわね、てか。私の腕も捨てたものではないな。ゲーム始めてんじゃねえよ。お兄ちゃん、大人に対してうるさいって。人は過去に縛られるものだ。悲しい記憶も美しい思い出も同じように今の判断を鈍らせる。わかってるって。将来ハゲても気にするなってことだろ。違う、グラートの背中を追うのも追わんのもお前の自由という話だ。そうだな。最近はいろいろ試してるよ。傭兵の道にも未練がないとは言わないけど。私も養父との関係ではいろいろと悩んだものだ。あんた養子だったのか。道理で気に入らんだろうが、我々は似た者同士ということだ。もし行き詰まったら火星に来い。せいぜい武器使ってやる。火星だって。結局軍からは追い出されたんだろ。ファイルーン襲来の折、あの星は地球連合に真っ先に見捨てられ、今なお復興もままならない。元連合軍将校として果たさねばならぬ責任があるのだ。相変わらず律儀だね。あの機体はどうしている。アッサか。偽装して裏に置いてあるよ。
ほら。なんだと？全然わからん。へへ、だろ？ルーキスって便利だよな。彼女たちも検証内容で何よりだ。実はあの戦いからずっとルーキスの力が増し続けているらしいんだ。強振とかなんとか。初耳だぞ。問題はないのか？わからない。いずれは世界を作り変えちまうほどの力になってしまうかもしれない。そんなものを本人たちが制御していけるのかどうかもな。世界、それではまるで。まあこの先も何があろうと、俺はありのままのあいつらを受け入れる。それだけさ。そうか、そうだな。そろそろ出発の時間のようだ。もう行くのか？いろいろとありがとう、提督。いずれまた会おう、ロイ・ベケット。しっかり守ってやれよ。ようそろ。お兄ちゃん、私たち学校行きたい。はあ？すでに関係各所のデータは改ざん済み。いやいやいや、そういうことじゃなくって。